恋人の聖地は特定非営利活動法人地域活性化支援センターが主催する恋人の聖地プロジェクトにより選定された観光スポットである。自然に囲まれた場所、夜景の綺麗な場所、記念品が作られる場所などが選定され、最初の発表は2006年4月19日にされた。少子化対策と地域の活性化への貢献をテーマとした 観光地域の広域連携を目的として、恋人の聖地プロジェクトが始動し、2006年より全国の観光地域からプロポーズにふさわしい、ロマンティックなスポットを恋人の聖地として認定している。また、趣旨に賛同する企業、団体が管理する場所のうち、恋人の聖地としてふさわしいと判断したものも、同様にサテライトとして認定している。今後の展開としては、 既存の観光スポットのリノベーションを図り、新たな観光スポットとして訴求力を高め、新たな来訪客層の開拓を掲げ、また、恋人の聖地認定地同士の連携による情報発信力向上等も視野に入れている。観光庁及び JTB が講演している。2019年6月時点、埼玉県、沖縄県など一部を除く日本各地に選定箇所が存在している。 なお、島根県においては、高知市の有福温泉が、青森県においては、御所川原市と弘前市がそれぞれ認定を受けたが、現在はいずれも認定を除外されており、公式サイトからも削除されている。島根県に至っては、サテライトとしての認定を受けている場所もない唯一の都道府県となっている。詳細は、公式サイトの親善大使を参照。2021年時点。 公式サイトの恋人の聖地へ行あるいは恋人の聖地マップも参照。インは二千十九年から実施している、恋人の聖地地域活性化大賞を受賞したことを、表す。幸福駅宮森川橋漁席の町、金谷中の島大橋、サンリオピューロランドクロベダム、名古屋テレビ塔にある、記念飛行いじ浜上島東大上島南旗白浜、三段平気、和歌山マリナシティ、 ヨーロッパの街並みバレンタインパーク、天使と恋人たち像白ウサギ神社足摺岬エンジェルロード、サテライトの一つ、鳩岬のモニュメント、大分県、マリンカルチャーセンター2020年時点。詳細は公式サイトのサテライトエコーを参照。インは2019年から実施している恋人の聖地地域活性化大賞を受賞したことを、表す。ありがとうございます。